席で食べてくれればいいんだけど、まあ、もし食べないという風だったら、まあ、2,3 時間経っても何も食べるそぶりもないんだったら、やれるんだったら入れてください、はい、ご飯だけ 10g か 20g か、でもやれんかったら、まあ、無理はしなくて、やれば結構早い、5分ちょっとで食べる、早いです、まあ、あの食べてくれるとき早いです、家でも、ね、うん、でここでは2回とも、まあ、2回目はちょっと時間かかったかもしれないけど、1回目で早かったですね、5分も新口に終わっちゃったわ、もう終わったんだっていう、まあ、やる人も慣れてる人がやってるからってもあるとは思うんですけど、この辺だとすごい簡単だったんですよね、ここで嫌がったんですよね、でも朝より夜の方がなんか嫌がります、朝は割とスムーズに、うん、まあ確かにこんだけ例えば食べてでもまたさらに出ないと、うん、だ 無理はしなくていいです、はい、わかりました、じゃあ薬はもう預かります、ごめんなさい、でももうちょっと、はい、安定してからまた出しますわかりました、私、はい、あの昨日試してみたその塩なしで無添加のトマトジュースちょびっとだけ出してみたりとか、そういう反応をやめた方がいいですか、いいですよ、いいですか、やったの、だからそういうのが今まで大好きだったのがね、舐めてくれるか食べてくれるかどうかは試してもらってもいいですね、わかりました、あと全然関係ないお話だったらすみません、あの人間の話なんですけど、はい、急性膵炎になって血液検査したら、はい、初日に急上昇して後から3日から7日で正常レベルに戻っちゃうから隠れ膵炎って呼ばれるものがあるってあったんですけど、ワンコも見たことある可能性ありますかね、そうなんです、うん、そうなんです、だからちょっと疑ってあの治療はしてるということなんです、ね、なんかこの前の検査結果感度ともしかしたらこれだったのかなとか思って、それは人の話、これは人の話、人の話、早めに治療しなかったら本当に怖いので、そうですね、治療してもらってありがたいです、 CRP が高くて下がるといいんだけどね、検査検査、うん、来るのは多分そう、昨日撮ってるから明日か明後日ぐらいに来ると思いますね、白血球上がってたけどアレルギーが出た後上がるとかはありますか、あります、でもアレルギーが出たと上がるんだけどさ、高中球、あの高酸球が増えるよね、でも増えてなかったよ高酸球、そうか、うん、だからそこら辺がさ、なんか、ま、上がるタイミングがまたちょっと取ったタイミングと違うのかもしれないですけどね、結構動くからあの白血球の中でもね、あの顔は元気だね顔はちょっと歩かして帰っても平気ですか、うん、ただもう動かなくなったら抱っこしてください、わかりました、さっきも散歩行ったけど、うん、途中で動かなくなったんでも抱っこして帰ってきた、わかりました、長時間じゃなくてちょっと近くでやってみます、ありがとうございます、ブーブー言う最近よく喋るね、なんかブーってよく言うんですやりたい、頑張った、宗教でお仕事終わりなのですいません、ありがとうございました、いえいえ、はい、じゃあ、まあ、明日はね、はい、通常通りすいません、ありがとうございます、はい、いいですよ、はい、帰りましょう、はい、じゃあ、まあ、とにかくお仕事だったらとにかくちょっと休んでくださいね、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。